ね、ハープの音でね。王様だ。すごい悲しそうな顔してるじゃん。嘆きに沈むものよ、かつてこの部屋に刻まれた面影を、月の光のもと再び蘇らせよ。あ、死者は生き返らせることはできないけど、この部屋が覚えてるお妃様の面影を思い出す、なんか蘇らせることはできるってことか。そういうこと？ああ、ここでなんかね、踊ってたのかな。綺麗だね。いろんなお妃さん、なんか隠れんぼし、ほら、かわいい。これは夢幻、いや違う違う、覚えてる、これは君はしたの、あなた、どうしたの、あなた。シセル、会いたかった。あれから2年、ずっと君のことばかり考えていたんだ、君が死んでから。まだ今朝のお触れのことを気にしてるの？大丈夫、あなたの判断は正しいわ。なんか予兆があったのかな、もしかして。あなたは優しすぎるのね。時に、でも時には厳しい判断も必要、王様なんですものね。みんなあなたを信じてる、あなたがちゃんとしなくちゃ。アスカンタはあなたの国ですもの。これはいい王妃。ねえねえ、聞いて。宿屋の犬に子犬が生まれたのよ。私たちに名前をつけてほしいって。記憶だからね、会話できないんだよね。あれは僕、そうだ、覚えてる、一昨年の春だ。でもこれは過去の記憶。宿屋に子犬が？君は何かいい名前を考えてるんじゃないかい？私のは秘密。どうして？君が考えついたのならその名前がいいよ、教えてくれ。なんか仲睦まじくてさ、本当にいい。なんか王様とお妃だったんだな。あなただってちゃんと思いついたんでしょ、子犬の名前。でもそれじゃ君が。バカね、パパン。あなたが決めた名前が世界中で一番いいに決まってるわ。もうさ、いいお嫁さんじゃん。私の王様、自分の思い通りにしていいのよ。あなたは賢くて優しい人。私が考えてたのは、あなたが決めた名前にしようって、それだけよね。もうさ、そりゃやむわ、2年も。こんな、こんな人がいなくなったらさ。そうだ、彼女はいつだってああして僕を励ましてくれた。シセル、君はどうして？シセル、どうして君はそんなに強いんだい？でも思い出の中に答えがあるんだよ。お母様がいるからよ。母上、だって君の母上は随分前に亡くなったと、これが答えだよ。私も本当は弱虫でダメな子だったの。いつもお母様に励まされてた。お母様が亡くなって悲しくて寂しくて、でもこう考えたの。私が弱虫に戻ったらお母様は本当にいなくなってしまう。お母様が最初からいなかったのと同じことになってしまう。励まされた言葉、お母様が教えてくれたこと、その示す通りに頑張ろうって。そうすれば私の中にお母様はいつまでも生きてるの、ずっと。教えを守ることによってさ、そこにさ、死んだ人の思いをつないでいくんだよ。シセル、僕は、僕も君のように。ねえ、テラスへ出ない？今日はいい天気ですもの。きっと風が気持ちいいわね。まだ序盤でしょ。
なたの国がすっかり見渡せるわパパン。アスカンタは美しい国ね。あーそうだねセシル、そうだね。私の王様、みんなが笑って暮らせるようにあなたが。君が教えてくれたことすべて僕の胸の中に生きてる。すまないセシル、やっと目が覚めた。ずっと心配をかけてごめん。いや、やばい、ちょっとドラクエやべえ。長い長い悪夢からようやく目が覚めたんだ。あ、これほら見て、黒のさ、喪服、モニ服捨てたさ。よかったじゃん、マジで。もうエンディングじゃん。よかったね。いや、シナリオよ。あー、嬉しそうだよ、街の人も。こんなんクリアじゃん。あー、ご飯食べてる。セシルが僕に教えてくれたこと、もう二度と忘れはしまい。夢のような出来事だが僕は信じます。ありがとう、ありがとう。皆さんとキラのおかげで僕はようやく長い悪夢から覚めた。これからは王の務めに励みます。ヤンガス食べ過ぎだろ。本当にありがとう。もしこの先何か困ったことがあったらいつでも言ってください。必ずその時は僕があなた方の力になります。約束します。必ずお役に立ちましょう。これ後で大集合する流れだったらめちゃめちゃいいな。では皆さん、どうぞこれからの旅もお気をつけて、またいつでも遊びに来てください。来て、なんだっけ、ごめん、ちょっと涙で滲んで見えなかったわ。ヤガスめちゃ食ってる。ほらもうさ、いや、めちゃめちゃいい王様じゃん。顔つきが違うもんな。